残っていません。さて、優勝トロフィーは誰の手に渡るのでしょうか。これからが最も緊張する時間帯ですね。現在残り3名です。さすがのリコちゃんもドキドキしてきました。状況で広告を挿入するなんて絶対に NG ですからね。